その後ろからシュート、黒川、右足シュート、黒川の右足、シュート、クロスが入って中島だ。そして西村狙っていく、ナイスキーパーですが押し込んだ、フラッグは上がらない、最後はアンデルソン・ロペス、先制をしながらまた今日も勝つことができませんでした。これで J1 は6試合連続勝利なしという名古屋。先制していい守備からいい攻撃ができていた試合だけに非常に悔しいと思うんですが、どう振り返られますか？いや本当悔しいです、はい、この悔しさはやっぱ勝たないと、サポーターもやっぱ悔しい思いしていると思いますので。あんな表情を見せた健太さん、健太監督は初めて見ました。チームであれば、いやここは悪かったから今年成績良くするためにこうしようよという言い方はできるんですが、昨シーズンやっぱり5位でバルバンカップも取ったチームで、選手たちもそういう自負がある、もちろんサポーターの皆さん、サポーターの皆さんもそういう自負があると思いますので、そこをもう全否定して入るということはしたくなかったですし、認めつつも新しいサッカーを上塗りしていければというふうに思ってたんですが、なかなかそういう悠長なことを言っているような試合、内容結果ではなかったので、これはもう直接的な表現で、もう今年はこういうサッカーをしていくんだと強めの表現で、選手たちに話をしました。本当苦しい時期が続いて、その時期は正直不甲斐ないなっていう気持ちがやっぱ大きくて、その1年を通した中での種をまいている時期というか、これからジャンプアップするための準備の時期っていう捉え方もあるとは思うんですけど、まあ僕自身こうグランパスっていうクラブはやっぱ常に勝ち続けなきゃいけないクラブだと思ってますし、でタイトル争いに関わり続けなきゃいけないと思ってる、それは僕がグランパスに来た時からそう思ってますし、今でも変わらないんで、クラブが新しいステップに行くための時期っていうのは必要かもしれないけど、その時期でも勝ちながら成長していくってところは求めなきゃいけないクラブだと思うので、それをもっと結果出しながら
積み上げていきたかったなと思いますね。モメントを出すパワーでモメントに向かうことだい。E de tristeza, porque a gente está no dia a dia aqui trabalhando muito e a gente estava se esforçando muito e infelizmente a gente não estava conseguindo o resultado. Mas também a gente sabe que dentro do futebol a gente tem que ter uma cabeça forte, porque... ぜひフォワード選手にはやっぱり奮起を期待をしたいと、チャンスがないわけではないし、シュート打ててないわけではないと、それを誰かがやっぱり乗っ取る選手が決めてもらわないと、やっぱチームに浮上はしていかないと、こういうふうに思います。本当に僕らの力不足だと思うし、現実チームの力になれてないっていうのは現実だと思うので、しっかり受け止めて。だからといって、飛んでても誰が何かしてくれるわけではないので、自分たちが本当にどこで変わるか、私も含めてですけど、みんなで変わるきっかけっていうのを、一試合の前に掴んでいけるようにやっていきたいなと思います。もうやっぱこういうシーズンのやっぱ序盤戦というのは、まあ、もちろんガーンっていいね形でスタートできるシーズンもあれば、こういう形でなかなかね、やめないシーズンも例えばあるので、俺も今までやってきたわけで、そこで大事な策っていうように、絶対にネガティブにならずに、もう必ずやっぱね、そういう形でやればうまくいくんだと、ね、いうことを信じてみんながやってもらいたい。それをやってこい。もうちょっとね、それをね、負けたからね、この一瞬みたいなところ、ここをどうやってもいい方向に持っていくか、これをみんなでやってみましょう。焦りはいつもありますよ、チームとして、勝ちを、勝利を求められるわけですから。それが結果が出てないという時には当然焦りもありますが、焦っていろいろ手を打ったからといって結果が好転するとは限らなくて、やっぱり我慢する時は我慢しなければいけない、まあ、今年に関しては自分たちでやっぱり仕掛けて攻撃も守備もやっぱりサッカーをしていこうという話をしているので、まあ180度まではいかないですが、だいぶこう方向性が違うというか、はじめ選手の戸惑いがやっぱり若干あったのかなというふうに思います。本当にみんな戦ってね、いいゲームにスタートしてくれる、こういうやっぱ姿勢でどうしても、どうせ必ずね、勝ち点という勝利というのはね、自分たちこれはしくゲータさん、経験ある監督なので間違いなく信頼できる監督だと思いますし、周りから見てても分からない部分があったかもしれないけど、僕たちの中ではトライしていることに対して少しずつ現象として、現れてて、そういったところの手応えは多分選手全員感じてましたし、全員のベクトルっていうのは、まあ、全然ブレてなかったと思いますし、そこは健太さんも、しっかり、もちろん修正するとかは修正しながら、だけどしっかり続けていくとかは続けていくっていうのは明確に言ってたんで、そこはまあ間違いなく今にも生きてるかなと思いますね。今日出たこういうプレーとか方向とか間違ってないと思うし、これ続けていくだけだと思うんで、また次に向かっていきましょう。And now we can hold on, no balls. This is something we can build on. This is perfect mentality. We have to keep building, keep building.自分たちからアクションを起こしていこうっていう、そういう健太さんのスタイルに対して僕はすごいポジティブで、逆にそれを手に入れられた名古屋はめちゃめちゃ強くなるんじゃないかなっていうところから、絶対勝てるんだ、今はじゃあ我慢しなきゃいけないよなっていう
そういう考え方ができました。マテウスワンタッチで股抜き中央酒井マテウス折り返し酒井先制点は名古屋グランパス酒井宣義今シーズンリーグ戦初ゴール、まあ、この流れが確実にチームが上向くための流れだと思って今日の試合に臨んだのでチームとしてまた一つここから いけるよねっていう再確認できたようなゲームになったのかなと思います。スピードがあります。相馬、右足で狙ってきた。Que o nosso objetivo não muda, nosso objetivo é ser campeão da liga, chegar nas finais das Copas, tem a possibilidade ali da gente arrancar e conseguir esse título aí para a nossa família. やっぱり一番大事なのは目の前の試合に勝っていくっていうことなので、まあ、一個一個、戦う気持ちと走る体力とでみんなでやっていくチーム力とそういうのを全部集結してプレーしていきたいなと思います。ファミリーの皆さんにもだいぶ悔しい思いを数多くさせてしまっていたと思うので、まあ、そこは本当これからの後半戦の戦いで巻き返していきたいと思いますし、ファミリーの皆さんに挨拶行く時の皆さんのこう思いだとかそういったのはすごく伝わってきてますし、まあ、そういった思いも背負って、まあ、これからも戦っていきたいなと思うんで。まあ、うまくいかない序盤戦でしたが、まあ、徐々に手応えをつかんでこの中盤戦に入ってまた後半戦に入っていきますので勢いに乗っていけば必ずやっぱり連勝できるだけの力はあると思いますが逆に、しっかり足元を見ずに戦うと足元そがれてしまうという可能性もまだまだある順位だというふうに思いますしそういうリーグだというふうに思いますので1試合ずつ今まで同様一戦必勝で戦っていきたいというふうに思います。ハムヤ、行こう。うどん。